唐津市の農佐小学校では毎年夏休みの全校登校日に平和について考える集会を開いていますが、今年は2学期に行いました。集会には全校児童72人が参加し、戦争で亡くなった人の思いや平和の大切さを考えました。また児童たちは1学期に戦争について学んでいて、平和の誓いを学年ごとに発表しました。